昨日朝、呉市広志明で近所の山の中からバキバキと音がして心配という通報がありました。駆けつけた消防も現地で同じような音を確認したことから、呉市は土砂災害の可能性もあるとして一時周辺のおよそ140世帯に避難指示を出しました。その後、県の調査を踏まえて避難指示の対象は27世帯およそ60人に縮小されましたが、消防や警察が徹夜で警戒に当たりました。今も避難指示が継続されています。これより先に近づくことはできません。今も消防が警戒などに当たっています。県がドローンレーザーを使った調査で山の状況について分析を進めていますが、呉市によりますと現地の安全確認には数日がかかる見込みだということです。消防や警察は引き続き警戒することにしています。